。
なぜか若くなる。なぜか若くなる。おかしい。いいじゃないですか。おかしい。忘れちゃったんだろう。はいはい。なんでだろう。なんでだろう。綺麗に。ねえ、なんで若くなる。今僕のこと言いましたね。
でも絵としてはね、足の長い方がかっこいいよね。かっこいいよね。実際も長い。うん。実際も長い。ああ、そう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 。あ、ごめん。いや、ヒールあるから意外にいいんじゃない？これで。そうですね。こうすればうまくいくかもしれない。行きましょうかね。行きましょう。あ、しまった。え？いいですよ。いいですよ。はい。映ってください。映ってください。知らんかった。すごい。いや、これも撮るんですか？回ってます。もう撮る。これ後で編集しますので。そしたら、今まで言わんがいいな。え？変なこと入って、編集大変ですから。証拠音声になっちゃうから。気をつけよ。あ、大丈夫。仕事でバレるのかな。さんの顔がここに入るかな。ここに入ってっていう。はいはい。結構か。影が多いですか？そうですね。
いいなと思って。どこだったんですか。ずっと探しててなくて。で、たまたまイオン。イオンだったの。イオンの何？百均でか。百均っていうかね、なんかほらよく出てるじゃないですか。なんかバッタモン売ってるような店が、バッタモン売ってるような店が。バッタモンって何？バッタモンって、バッタモンってなんかいい加減なものって感じ。どうだったの。まあ、イオンね。そういうなんか。本当。ね、バッタモンって言いますね。ちなみにおいくらですか。持ってた方に聞いたら、それは東急ハンズ の、うん、あのなんかしまうときに境とか、うん、あれで安売りで1200円ぐらい、うん、そうするのかって言って結構しますね。これ980円だった。そうですよ。まあ、頭だちょっと頭だから。ちなみにそれなんですか。つめまくれでしょ。つめまくれでしょ。そうこれ引っ掛けれるからいいな。探しててたまたま高橋さんも撮ったね。高橋さんから。ああ、そうですね。ね、あの、もう帰りいつも帰って、そうそうそう、探してたよ、ね。で、高橋さん聞いたら、それで何かの動画あるんだって。ハンズまで、ハンズまで行って探したけど、ハンズもなくて。で、たまたま、あの、たまたまイオンのバタモンを売ってるところに行って。バタを買うんですか、それ。いや、こう、背中かかったんですよ。あ、そうなんだ。で、こう、こう、指示棒の時に引っ掛ける。でもね、多分これね、バタモンだからね、ちょっとやるんだよね。高橋さんの持ってたやつ、もっとカチッとしてる。へぇ、変えてないやん。知らんかして。やってみますって。先輩の言葉ですから。須藤さんは一緒にやられてもらいます。こすんですか。パスって扱いでしょ。ねえ。はい、ねえ。けど早いからついつい。うん。先はまだ。あとキャンソンシです。キャンソン。キャンソン。キャンソンなんか売ってるの今。売ってないよ。そうですか。うん。もう俺キャンソンなんか売ってないよ。どこで買ったか知らないけど。最近？いや。家にあったの。今ね、あのキャンセルの金を取ってないんだって。それで、あの鍋ではね、千ドルぐらいとかね、あそこだったね。今残った汁だけあれは、キャンセルね。じゃあ何を皆さん。これはね、キャンセルじゃなくてね、あれね、なんていうかな、もっと安い鍋だわ。あるんですか。それ買うんですか。キャンセル売ってるんだよ。キャンセルの汁やつだけど、今もうなんかね、あの製造中止なんだって。知らなかった。本当ですよ。うん。こういうふうにやりました。キャンセルの方が高いですよ。500円ぐらいですよ。あの頃ね。あの頃、今どうかしら、もっと高いから、値上がりで。あの頃一番500円だった。で、これが何？300円だったかな。ああ。知らなかった。
あのキャンドルでスケッチブックにアプローチするんですか。ちっちゃい、うん、あのスケッチブックにあってね、あの15ぐらいの紙だな、うん、であのこのセルハンシール入ってたなったり、うん、バスで書いたらあのつかないよね、アイス入ったね、あったのセルハンシール入ってますわ、アイスケッチブックって、ね、これバラでこれ売ってない本当なんですよ、今製造中止なんだって、うん、うん、うん、そんな貴重ですよ、売りつけたい、お願いします。
加藤さんとか加藤さんじゃなかったかな、ちょっと自信ない、うん、茶川から加藤さんみたいな気がしたんで、ちょっとすぐ終わったんだけど、そしたらすぐ終わったんだけど、あ、なんでどこにも真ん中そのみたいでした、うちの部長もすぐ行ったんだけど、そうなんですか、本当に多いね、鈴木が、うん、うちがね、鈴木なんて、うちつけた鈴木になったしまった、鈴木さんと結婚するのはもっと難しい名前みたいな今さら言ったってどうだけ、多いね、鈴木さん、私の先祖は、中先祖の御門の大学生クモスケって話、え、もう一本あったの、あと2問、あと2問あったら1時間間違えたのでおかしいなと思って一応目が順々進んでるから一応、うん、そうだ、あと2本あった、まだ10秒じゃない、あれ、一応お金がなくなっちゃう、あ、じゃあ集金します、次ね、ちょっと外行くわ、ちょっと冗談じゃん、ちょっと外に出たのかお金がなくなっちゃった、あ、写真1枚もらったんで、ほんで4000円でいいわ、ちょっと幅がちょっと広かったもんで、ここが狭くしたらどんどん松井さんがもうちょっと肩が上に来ちゃう。おかしい。
そのうんです、そのうんです。え？マザエさんの話？これが長くでしょ？ちょっと長いですよ。うん、長いこと。なんていう名前で聞こえるんだね。二十歳で言ったらハーツなんだよ。四回目の二十歳。四回目の二十歳で言ったらね。もう二十歳がわからないですよ。またハーツで言ったらね。今日、あとで食事とかされていきます。めっちゃ食ってきますよね。あー、いや、一回二十歳って言うので、わからんから、そういうんだわ。あと聞けないなと思って。四回目でしたよ。
最後撮影してもよろしいですか、皆さん。ちょっと無理なかったら遠慮なくいいですか。お願いします。何顔撮影するんですか。顔
使う。お晒しになりたいなら、ここから。きっと晒していいですかね。いいですよ、はい。晒しくりだ。ピンクがいいですね。ピンクいいよね。色がね、あの色がなくてね、もうちょっと青がかった色にしたらどうなと思ってますけどね、青を入れてね。商店の商店。
うまくいきましたね。